おはようございます。水戸のデリヘリの話ですか。まあ、デリバリーヘルスっていうやつがね、まあ、世の中にあの私も存じております。まあ、あのー、なんで私がね、それをね、まあ、はっきり言ってね、性風俗って割と私は詳しいんですよ。で、アフィリエイトやるとさらにその詳しさが急増しました。うん、どのようにしていくと、そういったね、 えーまあ、デリヘルとは言いませんけどもねそういった性風俗とか出会い系サイトとかに人が誘導されるのかということをずっとやってきますとねやっぱりそれなりに人のの心理っってていうのはほぼ一本道だなっていうことに気づくわけですよどこで心を引いてどこで決断させるのかそして最初はどんな画像がいいのかとかねどんなコピーがいいのかとかねそういうことがありますよね。 うん、まあそこでね具体的なコピーの例っていうのはちょっと割愛させていただきます私のね性格が疑われることにもなりますんででよくね職業には規制がないって言いますよね、うん、やっぱり性風俗を何と言いますかねまあ揶揄するとお批判を浴びることがあると思います私も実はですねまあそういうことがあここ1年で、えー、あったんですよね、うんうん、まあなんかいろんな表現をしていくとお前は職業をね差別しているとかね うん、そういうことを言うううわけですよ、うん、そういう意味で言うと私はまだ職業差別ありますねえ。これ職業の差別がないっていうのはそんなね成人君子に私そ,れそんな高いレベルの人間じゃないんでやっぱり嫌な職業とかこの職業は立派だなと相対的に見てこっちの方が隠したかなっていうのは私はあるわけですよ。やっぱりありますね、うん、例えば私がね。 自分がやっているももののでで恐縮なんですけどもそのインフルエンサーっていう部分をね私もあるわけなんですけどもこれは要するに何の生産活動もしてないんですよ逆にいろんな方が一生懸命に汗をかいてもう生産活動しているものの上積みをなんかちょっとねか、えー、っぱらっていってるようなそんな気持ちもあるんですよねだから自分のやってることがそんなにね誇りを持ってやるとか高いレベルのことだっていうのはまずは思えないですねこれも自己否定論の一つなんですよ。 自分がやってることもしくは自分が関わってるその世界がなくても世の中は回るむしろもっと健全に回るぐらいに思ってるんですよね。ほとんどの方ってのは多分自分のやってることがものすごく得の高いものとか格の高いものとかね自分の職業がけなされたら腹が立つとかねで自分がいなくちゃその業界が回らないその会社が回らないとかその一部分でも自分がいなければ回らないと思ってるそれはすごくねあのー 悪いいこととでではないと思うんですよそこに帰省はないですいいも悪いもないいいいいでですすもも悪それは個人が感じることなんでお前がこう感じないのはおかしいっていうふうに他人の思考が土足で乗り込むところではないと思うんですよねでも私はやっぱり職業に規制がありますその一つがやっぱり性府属関連なんですよこれやってる人をね攻撃してるわけではないですよやってる人はどうぞどうぞって形なんですよただ私はこういうレベルで考えます自分の身内ですよね奥さんとかまあ まあ女性で言ったら母親とかねそれから自分の、まあ、いないですけども娘が生まれた時にその職業を選びたいって言ったら応援できるかってことですよそこまで考えていやいいんじゃないのって言ったらすごいなと思いますそれこそ職業に寄せんがないレベルだと思いますよね私はそういう意味で言うと寄せんがあるんですよやっぱりね今,日今回はデリヘルの話で始まってますけども私の奥さんとかね私の母とかね私のもう生まれたら娘がね あのデリヘル行きたたいんだとか言ったらそれは嫌ですよね,止めますね職業に規制がないからどうぞって言えますかってことなんですよ私はちょっと言えないですそういう意味で言うと職業差別をしてるっていうふうに叱られても、うん、そこはすいませんまだあの生半可な人間なんでそういうところがあるかもしれません申し訳ないですどうやったらあのそういった性風俗に対して私は偏見がなくなるんですかっていうふうなことを素直にあの教えを乞いたいですよね先ほどの例みたいに私の奥さんがちょっとね パートに行ってくるわ。つって,ってどんなパートするの？スーパーのレジ打ちうん。デリヘルとか言ってもおおいいじゃん。って頑張ってって言えるかなってこと。私はちょっとね言えないんですよ。せこい人間っていう風に思います。うん、ちょっと難しいですね。もちろんね、あのー、どっかの誰かがやってる部分にはいちいちそこに対して批判はしませんよ。うん、色んな考え方があるよねと思うんですよ。うんで。まあ、私はそういうのをユーザーとして利用することはありませんけども。 うん例えばねこういうことも、うん、起の一つなんですよ、まあ、私がね、まあ、いろんな女性と知り合う中で生活困窮したりとかする中で相談を持ちかけられることが何度かありましたもうね、あのー、借金もあるし仕事もなかなか見つからないしもうねいっそデリに行こうかと思うんだとか言ってデリっていうのはデーヘルのことなんですけどねそんな相談されてうんいや行くのやめろよっていう風にね 言った後でどんな自分が責任取れるのか自分の身内でもないのに、うん、と思ったり、うん、やっぱりねそこには止めてほしいっていう思いのあるのかもしれませんし何がしかの私に対する、うん、なんかね試してるのかもしれませんけども私はなんか答えられなかったですねその時に「出れるか」みたいなのがねつぶやいてね、うん、じゃあその子がそんなにね思い詰めてデリヘルに行きましたとするじゃないですかどうなったか分からないですけども。 でもそういう背景を知って自分が利用できるかって言ったらちょっとできないですね私はね怖いですねそういうところでもあのまあ、みんながみんなじゃないと思いますけども意にそぐわない職業を選んでいる人の、うん、消費者になるってことに私は抵抗があるかなっていうところもあるんですよもちろんこの仕事デリヘルに限らずね本当はこんな仕事したくないんだけども仕方なくやってるっていう部分もあると思うんですよ 好きでもないような製品を作っているとかね営業したくないけど営業会社に入っちゃったみたいなねそういう意味で言うと、うん、ちょっと妙なのは、まあ、なんでリフォームの会社とかね飛び込み営業とかって苦手な人が多いんですけどもそこに仕方なく就職して「いや嫌な仕事行ってるんだけどね」っていうところで「あじゃあうちに来ないよ買ってあげるよ」みたいなねことをしたら結構その人の成績になるから救われると思うんですけども「私ねデリヘル行こうと思うんだ」って言ってその。 まあなん,ていうんですかね普通の関係から始まった人がデリヘル行きましたじゃあその子を助けるためにあじゃあ行くよみたいなことが言えるかなと思ったらこれもね行けないんですよねあ何々ちゃんがあそこで何とか何とかっていう源氏名で働いてるからその子のお時給ね日給月給のためにちょっと消費者になりに行こうかなみたいなこといや行けるかなと思ったらいけないんですよねだそういう意味で言うとさっきのリフォーム会社の例と全く違うんですよ誰かかがうやっぱり何かの職業について 売り上げとかで困っていたら成績で困っていたら少しは協力しようかなとか言ってねあの飲食店だったらちょっと食べに行ってあげたりとか営業会社だったら何がしかの仕事がね依頼できないかなって考えるんですけども何々ちゃんがデリヘル行きましたって時にねじゃあ売り上げのために行こうかなってちょっと思えないんですよ。はい、まあデリヘルの話からずいぶんね深い話になっちゃったと思いますけども今回ね私の先入観の話をしていきましたね。 私にはそういう先入観があって、そういうい職業があることはわかるけどもまだね、あのー、なかなか思えないですねあのいい仕事なのかどうなのかってことはねそれは働いてる方が意にそぐわずに、うん、苦しみの上悩み抜いて仕方なくそれを選んでいるっていうところもあるっていうのもありますしやっぱ自分のね身内がその仕事に行くことを喜べるかってことを問,問われたら。 いやー正直喜ばれないですわ、職業に危険があるレベルです私の人格はっていう形でね、白旗あげないといけないですね。まあ、だから、それを指さして、そういう表現を指さして、あの職業差別だって言うんだったら、うん、どうですかね、うん、差別といえば差別かもしれません。うん、すみません。あのー、としか言いようがないです。やってる方を何とも評価することはしないですよ。うん、やってる方はやってる方の選択ですから。でも、ことを自分の、ね、もう一回言いますけども、奥さんとかね、 母親とかね自分の自分実の娘がそういう仕事を選ぶことを頑張って働いてこいって言えるような人格は私にはないです、えー、そういう意味で言ったらそこを指摘して職業に規制があるって言うんだったらそう思われても仕方がないかなと思います、うん、逆にどうですかねあの職業に規制がないとね豪語する方がもしいらっしゃったらご自身のね、えー、と娘さんとか奥さんとか母親が性付属に。 行くことを喜んでじゃあ弁当作ったからこれで頑張ってきてとか言ってね帰ってきたら「お疲れ」みたいな感じで迎えてあげれるのかなああげれるのかもしれないですねそういうことを言う方はねだから私にはかなわないような人格の持ち主だと思いますまあそんな感じでねデイフルに関しましてはこんな感じですかねでも繰り返し言いますけどもそういう職業に入られてる方をあの卑下したり差別したりってことじゃないですよこれはうん まだ私の心が未熟なんで、それを罪隠さず言いますと、素直にこういう気持ちだってことなんですよ。私だけがね、精神的にこうやって遅れてるのかもしれません。うん。ですから私はそんな高いレベルの精神持ってないんで、いまだこのレベルですというふうな。 そんな告白ででございましししたた <laughs> よろかかったでしょうかじゃあね、デリヘルの話というね水戸のデリヘルの話っていうタイトルがついてるんでついつい吉谷さんがそれを利用した感想をね言ってるのかと思いましたねなんかガウン着てなんかほっこりいい感じなんであ1回戦終わったのかなみたいなね <laughs> そんなことを感じてしまいましたけど失礼しましたそれでは失礼します